はい、えー、こんにちは。4月の16日月曜日の日替わり竹部でございます、えー。さてですね、本日の東京市場でございますけれども、まずは株式市場においては9500円台から、まあ、9400円台、えー、そしてドル円相場が えー、こちらの方はあ80円台の後半から、まあ、半ばにかけてと、まあ、それぞれですねドル円相場も、まあ、日経平均株価もこういう、まあ、ちょっと上値が重いような、えー、状況で非常に続いているわけでございますけどもさて本日はですねちょっとドル円相場の、まあ、ドル円相場も含めてでございますけどもクロス円全体でのですねちょっと中間発表的な投落率ちょっとそれをこちらの方でご案内させていただこうかと思います。 いやー、非常にですね、これを見る限りでございますけども、ま、全体的に、円高バイアスが非常に強いのかなというところでございます。で、この5日日というところは、ま、これは、実は、先週の金曜日終わ値日での5日日でございますので、ま、おおむね先週の動きというような形になるんでございますけども、全般的には今月、えまあ3月相場と比べてもですね、ちょっと円高バイアスが非常に強いと。で、ここをちょっと振り返っていきますと、やはり、米国の雇用統計も含めて、そしてですね、 我が国の、ま、の、に対する金融緩和の、ま、期待感というものが4月の10日、この時にちょっと剥落したというところで、次回4月の27日の金融緩和、ゴールデンウィーク直前でですね、ここに向けての動きというのは期待されるところではございますけども、また、欧州問題の、ま、いろいろ、ま、スペイン債も含めてでございます。若干欧州懸念というところ、ま、こういったリスク的なものが非常に強まって、リスクオフというような動きが ちょっと続いているというところでございます。さて、じゃあこれいつまで続くんだよというような、えー、 当然ですね、皆様方ご興味。まあもちろん私もそうでございますけれども。まあとりあえず今週はですね、え、欧米の経済指標を見ながら、え、一気一遊するのかなという動きだと思います。え、週末にはですね、人民元の、まあ切り上げ、変動幅の、え、広げというのがですね、変動幅をちょっと広げるというような報道ございますけれども、まあ大きな動きございませんでした。ただし、え、こういったものがですね、え、まあ、 人民元の適正水準というのが逆にですね、決められていくような形になりますと、いささか円だけ取り残されていく、もしくは他の通貨からまたリスクオフというような動き、という形で考えると、まあテクニカル的なものはちょっと置いといて、若干上値が重いような動きになるのかなと。お週末はですね、G7 そして G20 ございます。各国したたかなですね、金融政策、もしくは各種報道があり得るというところでございますので、まあ、横ばい推移するのかなと思いつつも、十分こういったところでは 急激な値動きする可能性がございますので、特に黒線ですね。値が飛ぶ可能性がございます、えー。十分ご留意していただいて、エフェクト取引をお取り組みしていただければと思います。えー、以上、4月の16日月曜日の日替わり竹部でございました。